こんにちは、シュです。今回もマリオやっていこうかなと思います。ワンチャン今日ボスまで行ける気。うわ、真っ暗スイッチ系だって。真っ暗なステージ嫌なんだよね、私。来た、ルイージみんな大好き。さあやっていこうかなと思います。うわ、本当に暗いな。こういうのね、一番後ろにあることがあるんだけど、ないね。これ火ってダメージ食らうんだっけ。なんか私、うわ、このステージ全然見たことない。まあ初めてやるんだけど、なんか私 YouTube とかでたまにこれの動画昔見てたんだけど、それでもね見たことない。うわ、これいきなりあれとかあんじゃん。私ね、ちょっと前ちょっとだけいいことあったね。何かっていうと、たこ焼き買ったんだよね。そしたらなんとたこ2つ入ってたね。たこ焼きなんか8個入りが私の中で基本のイメージあるんだけど、あ、これ火灯すんじゃない。その中に入ってたね。いや待って、これやばいね。火キープしていきたいな。これ多分あれだろうね。もうこいつ落ちないんだ。オッケー。さっきまで火灯すとこあるから意外となくない、そのたこ焼きで。うわー、なるほどね。火ここ灯すんだわ。ちょ、一回ここでファイヤー使うわ。なんか意外とあることでないランキングに入りそうじゃない、たこ焼きでそのあれが入るみたいな。あともう一個がガリガリ君のあたりとか、あれとかも人生でありそうでなくない。じゃあ私はないね、ガリガリ君当たったこと。あれ結構レアだよね。なんか私ね、リトルの時なんかね、ガリガリ君を俺、あ、これか、大勢でねその食べる時あったんだよ。でその誰かのね、なんか保護者的な人がガリガリ君20個ぐらい買ってきたかな、20個ぐらい買ってきてくれて、それで1人だけ当たり出てたね。まあ、だからそんなもんなんだろうね、当たり。それ20個で1個は運がいいのか運が悪いのかよくわかんないけど、まあ、そんなもんなんだなっていうのは私思ったね。はい、飛びます。いいよ、 OK。 激アツ。いや、明日ね、今日19日だね。明日なんと乃木坂46さんのね、白石麻衣さんって方がいるんだけど、その方がね YouTube ライブするんだよね。YouTube で配信、ほんとなんか最近芸能人多いよね。めちゃめちゃ、わ、ここにもあるな。 OK。 あれ出ないな。いや、私なんとまだ抜かされてないね、チャンネル登録者。まだ抜かされてない。お、なに、俺進まない。 OK。 いや、これはね右かな。そう、これやりたかった。このウィッフィーやりたかったんだけど、ヒップドロップ発動しちゃった。さあ、ウィッフィーやります。オッケーオッケー、これ使いたかったんだ。これ戻っちゃうかな。いや、でもね、多分抜かされんの。まあ、あと5日あれば十分だろうね。いや、私決して抜かされたなんて言わないからね。なんか物事って言いようじゃない。いや、仮に抜かされたら、なんか抜かされそうになったら、5日もありゃ十分だみたいな。すごい。すごい、なんか私全然負けてる感ないもんね。抜かさせてあげたみたいになんか一瞬捉えられそうだもんね。おっ、やばい、よし、こいつ意外と強い。オッケー、これで踏んじゃおうか。オッケー、むずかったわ。これどこ今開いたの。あ、奥側か。でもなんか嵐さんとか、なんか今回の白石麻衣さんとか、うわ、ねえし。いや、これ絶対ゴールだな。いやー、ナイスナイス。ルイージジャンプ力高いんだ。もう誰がやってもおかしくないっていうのは嵐さん始めた時に言った気がするけど、本当に誰がやっても逆に、はい。いや、もうそうなるとあと石原さとみさんぐらいだよね。来た、一番上取ります。激アツ。さあ、今日ボスまでいけるかな。今ね、白石麻衣さんのチャンネル登録者見たら 37.9 万人だったね。ちなみにまだ1本も動画上げてないね。1本も動画上げてなくて 37.9 万人だね。いや、5日もあれば十分すぎるね。いや、来た、ピーチ。うわ、100秒か。うわ、なんかすげえ面白そうじゃない、これ。うわ、これ見たことあるかもしんない。これ、トゲ大丈夫？はい。うわ、難しそうな方行く。いや、すげえ簡単そうな方来た。うわ、これ止まれないと一緒。うわ、人生ロードじゃ、人生と一緒。うわ、どうしよう。ヒップロップ。いや、もう、うお、帰ってきた。落ち着いて、落ち着いてって、私。さあ、このピーチの浮遊だからできたことだね。オッケー、ナイス、うますぎる、私。ぽよーん。いやいや、これ取んのか、むずくないかな。めちゃめちゃ難しい気がする。はい、鋭角。はい、鋭角。入射角。オッケー、うますぎ。どこに、うわ、これみんななんとね、確か下があるんだよね。これ YouTube で見たことある。ほら。落ちて、うわ、やめだと思いきや、うーわ、激鋭ブスター。うおー、気持ちいい。あれみたいじゃない、暖房に入ってるプチプチみたいな。あれ潰すの好きだった人多くない？私多かったね。リトルの時あれ、
プチプチ潰すのすごい楽しかったね。今だともうめんどくさいんだけど。いや、飛んできます。うわ、結構簡単だな。待って、オッケー、うますぎ。うわ、真ん中、うわ、いきなり速度遅くなったし。これむずくない？ここ。オッケー、激アツ、いいね。あともうゴール2だけかな。なんかあれだよね、ピーチの浮遊能力がこの男女。はぁ時間切れかい、マジかよ。うわ、しかも、いや、待って、正直自分の声うるさくて全然音聞こえてなかった。みんな、このステージ、慣れれば超楽しいね。爽快感のあるステージ好きなんだよね。こう、めっちゃ速さで一気に行ける感じ。めちゃめちゃ楽しいね。なんか逆に止まる、巨石スクとかだから私あんま好きじゃないんだよね。その爽快感がないっていうか、なんか遅いじゃん。オッケー。さあ、次行きます。青い、これ氷かな？火かな？ドンケツのあっち、地帯。よつきしまいね。うわ、キノピオか。キノピオ何回も言うけど、ジャンプ力低いんだよな。前、スキア行ったんだよね。1週間ぐらい前かな。スキア行って、うわー、これ、ドンケツ落としたらなんかアイテム出そうな気がするな。ちょ、一回落としてみるわ。オッケー。あー、なもんで、たまにドンケツ落とすと出ると気があるんだよね。あ、で、スキア行って、なんか最近ネット、ツイッターであら流行ってない？なんか、チー牛みたいな。知ってます？まあ、なんかわかんない人調べてください。あって、なんか私、チーズ牛丼よく食べるんだよね。結構昔から食べたんだよね。本当に。もう3年、4年、5年前ぐらいから食べて。で、私、チーズ牛丼頼むとき、チーズ牛丼1つって言って、まあ、それで終わりなんだけど、なんか前行ったとき、チーズ牛丼1つ1つって言ったら、その、店の、あの、なんていうの、作るとこ、チー牛1丁みたいな。なんか、なんとか頼む、なんとか1丁みたいな。まあ、1丁とは言ってないか、なんとか1つみたいな。うわ、すげえ、店の人も、今もうチー牛って訳すんだと思って、チーズ牛丼。言ってなかった気がする、5年前とか、チーズ牛丼のことをチー牛一つみたいな。チーズ牛丼一つみたいな、そういう感じだった気がするんだけど、うわと思って。なんか、オッケー。チーズ牛丼に対する若干風評被害ないのかな？あれで売り上げ下がるみたいにないのかな？うわ、待って、これ難しい。あ、ここステージじゃない？あ、普通にあっちから行けるんだ。はい、はい、はい、はい。オッケー。でも逆にあれで売り上げ伸び、やばい！よし！さあ、いいよ。今よく伸びた。うわ！いける？いや、これ一直線上でいけるかな、時間的に。やばい。オッケー。いや、粘り強すぎ。お相撲さんかよ。オッケー、危ねえ。これ確かね、スター取るまでがあれなんだよね。だから今、ドンケツ倒しても、スター取ってなかったら、ダメだった気がする。はい。ちなみに最近でもないけど、スキアで新商品でしたね。レモネードなんとかみたいな。割と美味しかった。オッケー、来た。さあ、中間取ります。中間って、このステージ難しいわ。てかさっきのあのステージ超楽しかったな。あれピーチになったの運良すぎ私。基本ね、キャラランダムでやってんだけど、あそこキノピオだったら割とすげえやり直した気がする。はい、飛びます。で、こいつは無視でいいか。これどうやって飛んの？これ、え、ある足場。ある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 。オッケーオッケー。あ、なんかそう考え、やばい。やばい。オッケー。で、ここでゴールでしょ。あ、なんかあるな。はい。なんかね、これの見えない隠しブロックがコインに反応するらしいんだよね。だから本当にこのゲーム実況向きだと思う。なんか適当に喋ってるとあれ出るからね。うわー、これ倒すのかい。オッケー。いや、強すぎ。めっちゃ強い。うわー、やっと道出た。これ一番上取れなくない？あ、違う違う違う。これやばい。早く行かないとなくなっちゃうパターンじゃない？やばい、やばい。うぃひー。よーし、今日これやって終わろうかな。ボスは次回かな。これやったら裏ボスとかあんのかな。スケルトンタワーの罠、うわ。いやね、うわ、悪いし、激アツ。うわ、ちっちゃいし、状態。いや、これファイヤー使おうか。今日めちゃめちゃ外暑かったからね。マジで暑かった。なんかね、ちょっと歩くたびに汗ダラダラになるからね。家から出ていて、ちょっと外歩いたらもう、なるみたいな。もうみんなそんな感じじゃないのかな。お。あー、なるほど。上から、ちょ、待って、下手すぎ。上から落ちてくんの、これ。あ、こっちか。普通にどうすんの、こっちか。うわ、すげえ。すごい、なんか初見かの、初見っていうか、初心者かのような私のオマリオ攻略 TV としていきます。私ね、昨日考えたんだよね。2020年、もし、今コロナがなかったら、まあ、今頃、なんかオリンピック見てて、いけ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 とか、おぶね。まあ、オリンピックはちょっと前だったかもしれないけど、いけいけいけとか、やってたかもしれなかったし、だからそう考えると、なんか私、うわーと思ったね。なったし、うわ、すげえ屋上来たし。あと、ああ、これ全員倒すと経過じゃないかな。なんかゲームの開発とかも遅れてそうじゃない？多分。もしかしたら、お、なんだ、お、来た。マリオ・ギャラクシー3とか、もう出てた可能性あるんじゃない？ただ、うわ、お、ドロドロつい。
だ開発が遅れて、どこだろう。お、ここの下なんかあるな。信じるよ、私。うわ、よく気づいたね。しかも下ある。お、激エブゾーンじゃん。これよく私気づいたね。これ知ってたわけじゃないんだけどね。お、行きます。だからマリオギャラクシー3とか、もしかしたらいけてたかもしんない。今頃。だからそう考えるとなんか、あれだったなっていう。そう、オリンピック今頃盛り上がったんじゃないかな。なんか大学生だけど、まだ一回も大学行ってませんみたいな。一回もとは言ってなかったかもしれない。全然行ってませんみたいな、そういうリプとかも来てて。なんか全てがおかしくなってる。なんか上になんかいたな、今。なんか上にいなかった、今。私の上。気のせい、フォールガイズのやりすぎかな。俺いない。フォールガイズのやりすぎだ、私。あ、これ帰ってくんじゃない、ここ。なんかこれマリオメーカーっぽいね。鍵を取って帰ってくるみたいな。マリオメーカーあるあるだね。はい、叩きます。なんか久しぶりにやると距離感やっぱ難しいね。うわ、なるほど。これ何個？うわ、5個か。はい。で、こいつは倒さなくてもいいのかな？だから倒しとこうか。邪魔くさいもんね。で、2個目取ります。で、これジャンプしの、わ、結構簡単だわ。3個目取ります。さあ、5個目。ちょっとめんどくさいな。あ、す、お、え、あ、え、危ねえ、危ねえ、え、いや、もうちょっと奥側行こうと思う。なるほどね、ここでも楽しませてくれると。さすが任天堂さんだね。この、やばい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 。うわ、面白い。これどこまで迫ってくんだ。ここまで来る。え、気持ち悪い、なんか。あ、あそこでいっぱいなんだ。うわ、あれみたいだね。ワンピースの、なんだっけ。シュロロロ、ああ、ああ、いや、知らねえよ。それは知らねえよ。上からも下からも、上からマリコと下からチャーシュー。うわ、マジかよ。なんだっけ、あの、ガスのやつ、シュロロロロロのやつ。わかります？ワンピースの。パンクハザードだ。パンクハザードの、スマイリーだっけ。くそ、もう一回やってくるわ。いや、上からしか見てなかった、私。下もあんのかよ。っていうか、待って、こいつら倒さないと帰り道。帰り道は直線的に帰りたくなってんだけど、私。さあ、学習しました。よし。ターン入れるからで。速攻ターン入れる。さあ、気持ち悪いな。ウイルスみたいだな。オッケー。あいつらいるかな？で、こっから落ちれるね。やべえ、落ちれねえ。オッケー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 。いるな、いるな。オッケー、無視無視無視。一回食らえるからね、私。オッケー、冷静。おお、でもなんか、ちょっとぐらい当たっても大丈夫なんで、もう入ろう、もう入ろう。これ、溶岩迫ってきてんの、私の計算外だった、完全に。はい、入ります。ん？あ、来た、ゴイル激アツ。わ、これ一番上取りたいね。ルイージはでもジャンプ力高いからいけるはず。はっ！